ようこそ。特別な理由があってのお越しかな。ローザと約束がある。フェンシングの授業だな。リビアのゲラルトだな。ローザ様は散歩に行かれた。聖堂橋の近くにな。会いに来られようとのことだ。面白い授業になりそうだな。ありがとう。散歩にはいつもニルフガードの連隊がお供するのか。パパの命令なの。愛しいローザ、お前を守るためだ。市民に憎まれているんだって。私が彼らに何かした？もういいわ、あなたは帰りなさい。ですが、バルアトレ大使閣下のご命令で。その令状がやめろと言ってるの。彼を知らないの？リビアのゲラルト、北方史上最高の剣士よ。彼がいれば安全よ。さあ早く行きなさい。行進よ。左右左右。やっとね。行きましょうゲラルト、見せたいものがあるの。散歩じゃなく訓練に来たんだが。これは分かってるわゲラルト。くどくど言ってないで、ほら行くわよ。ジメジメした古い地下室で訓練するんじゃなくて、外でやりたかったの。橋の上での決闘、小説みたいでしょ。さあ剣を抜いて。鋼鉄と銀の剣しかない。試合なら練習用の武器を使わなければ。そうね。でもあなたならわかるはずでしょ。いけないことをする方がずっと楽しいって。怪我をさせたくないんだ。子供扱いをやめないとあなたが怪我をすることになるわよ。構えて。ついてなかったな。やめて、降参よ。大丈夫か？私の誇りは少しばかり傷ついたけどね。ところで、なぜフェンシングに興味を？退屈だったの。ここには友達がいない。パパは私を離さない。毎日毎日晩餐会。晩餐会なんて大嫌い。ああ、つまらない会話、まずい食事、弱い酒か。まさにそう。剣を手に取れば少しは楽しめるでしょ。うさばらしってやつね。よし、次は何だ。帰らなくちゃ。ごめんなさいゲラルト、変なお願いだけど、ちょっと後ろを向いていてくれる？コルセットがずれちゃってすごくきついの。おしゃれしたいのはわかるが、戦いの時にコルセットをつけていては動きが。ローザ、くそ、逃げられた。彼女に何かあればバルアトルに殺される。見つけなければ。遠くないはずだ。こっちにはセブンキャッツがある。まったく遊びたい年頃か。
お家は遠いんだろう、お嬢ちゃん。帰れるかどうかもわからんよな。バルアトレ大使のご令嬢だ。彼女には外交特権がある。何を言ってるのかさっぱりわからんが、黒の軍団は大好きみてえだな。そりゃそうだろう、ルーカス。ウィッチャーは怪物に惹かれる。昔からそうさ。だがこの子猫ちゃんは俺たちが面倒見るよ。お嬢さんを不快にさせたようだな。謝れ。できる限り丁寧にな。まあ悪かった、お嬢さん。すまない。お前の番だ。お友達みたいに素直にな。お辞儀して別のどこかで愛国しゃぶってこい。ルーカスとコービー、覚えておくわ。皇帝がノビグラドを手に入れたら必ず償わせてやる。落ち着け。結局乱暴はしなかったんだ。私に手を振り上げたのよ。その手を切り落とす理由には十分よ。だからここの住人はニルフガードを憎むんだ。あなたは違うと思ってたわ。私たちと私たちの正義感を理解してるって誤解だったよね。もう家に帰れ。観光ルートではなく最短の道を通ってな。分かったわ。さようなら、ゲラルト。良き放浪の旅を。